演舞開演。どうも、本日はこちら明治 R1 ヨーグルトアロエ&グレープフルーツを食べたいと思います。あ、逆だ、グレープフルーツなんだ、アロエだ。まあいいか、そこはどっちでも。あの R1 ヨーグルトでグレープフルーツか俺アロエという一気に2種類が入るとどういう風になるのでしょうか。どうするかな。見た目はあんまりそんな果肉が浮いてるような感じではないですね。では食べてみます。あ、すくったら出てきた。苦味がちょっと強いかな、これ。グレープフルーツの苦味とアロエの歯ごたえがヨーグルトの中にうまく入ってはいるんですが、ちょっと苦味が強すぎて好みが分かれそうな味ですね。というわけでこちらの定食をさせていただきました。普通のシンプルなヨーグルトが好きな方はちょっと乾杯。青唐辛子、国を越えるなり果てまでも。どこまでもいけそうな気もしますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。